ああ、オペラが始まるまでアドルフの家で時間を潰す予定だったのに。すまん。ラント通りでも歩こうや。そうしようか。うん。あれは、前方から長身でスラリとしたブロンド髪の娘が母親と歩いてきた。すごい綺麗な人。いない顔だな。引っ越してきたのかな。ねえアドルフ、あの子可愛いね。あれ？反応がない。瞳孔が開いてる。ただでさえ大きい目がさらに大きくなってる。親子が去っていってもアドルフは動かなかった。ねえアドルフ、彼女はもう言ったよ。元に戻ってよ。首チェク。これは恋か？だろうね。ねえ、聞いてる？ねえ。調べるで。え？名前、住所、職業、家族構成、何から何まで全部調べたる。ええ、アドルフ。それじゃあまるでストーカーだよ。でもこうなったらもう、どうしようもないや。